佐藤飛鳥のネクストトゥモロー。北海道北見出身。1年の中で1月って一番早く感じないって思っている佐藤飛鳥です。第96回目を迎えましたネクトも、今週も皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいね、今ね、朝の7時40分に録音してますね。はい、いつも毎週ラジオの原稿をこうまとめて喋るんですけども、なかなかこんな早朝に撮るのは珍しいんですけどね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、自己紹介でもお話しましたが、1月ってなんか早く感じませんか。まあ世間的にまあお正月が終わったなぁと思ったら、仕事とかまあ学生だったら学校が始まって、あ、なんかうわどうしよう、うわバタバタバタみたいな、仕事なんかいっぱい溜まってる、バタバタバタみたいなことやってたら、なんかもう月の半分終わってる的なあれみたいな感じですごい思いません。私はもう12ヶ月ある中でね、一番早く感じますね。はい、まあ自分はまあ毎年、まあ誕生日とかもあったりしつつ、まあ昨年とかは、アルバム制作があったりとかしつつで、めちゃくちゃバタバタしておりました。ただね、今月、私の誕生日1月25日なんですけど、誕生日のね、1週間前、なんと予定が特になくなってまして、ねえ、だからどうしようかなと思って、久々にねちょっと北見に帰ってみようかなと思って、でまあ北見でまあ GoTo シリーズとかなんか撮れたらいいななんてちょっと思っておりますね。はい、まあそんな感じで、まあね、ただね1月25日素敵なお知らせができました。なんとですね、セカンド EP So Be True To Yourself が CD でリリースすることが決定いたしましたね。こちらの方なんですけど、ファンクラブはもちろんですが、などヤフーショップ、そして札幌の4プラよ7階かな、7階に入ってます音楽どころさんでの取り扱いが決定いたしましたので、はい、まあね、こういう世の中ですが、なかなかリリースイベントというのはちょっとできないかなと思うんですけど、まあ様子を見てですね。はい、まあ皆さんヤフーショップでもね、全国各地で買えますからね、ぜひともよろしくお願いいたします。で、紙ジャケットだそうですよ。いつもプラスチックのねケースなんですけど、紙ジャケットで、プラスチックっていうのかあれは紙ジャケットになって、すごいなんかかっこいい素材になってますので、新たな、感じになってますので、ぜひとも、皆さんよかったらお手に取ってくださいっていう感じで、まあね、素敵なお知らせもありつつ、まあね、誕生日前は一体皆さん何してますかっていう私の疑問、まあ仕事っていう人がほぼですよね。はい、まあそんな感じで、まずこちらのコーナーからスタートしていきます。 IVE Music Storage。 はい、 IVE Music Storage、 このコーナーは毎週佐藤飛鳥が独断と偏見で魅力的な IVE 楽曲を紹介します。そして、まあ、楽しんでいただくポイントだったり、いろいろ紹介するコーナーでございます。今週はこちらの曲をお届けします。いくぞ。ことこ2、歌月香里さんで、Save Your Heart アルバムミックス。いつの日か一つになって、
ただいま聴いていただいている曲はコトコトゥ歌月香織さんで Save Your Heart アルバムミックスでございます。こちらねアルバムミックス2003年リリースになってますが、これはね実はね2001年にコトコトゥアキさん、ね、でリリースされた、Save Your Heart のアルバムミックス、まあ、アルバムでこうリミックスされた曲になっております。なんで、こちらにしたかと言いますと、まあね、たまにこうアキさんの力強い可愛い歌声も、まあ、佐藤飛鳥的にはすごく大好きなんですが、まあね、歌月さんのもう優しくて、もうほんわかしたい、なんか包み込むような歌声がね今は聞きたいなと思って、まあ、そんな気分だったからっていう理由です。はい、ね、こちらの曲なんですけど、作詞はコトコさん、そして作編曲は高瀬和也さんになっています。まあね、この曲の歌詞、まあ、ついて今日は、まあ、歌詞について、要点を置いてちょっとお話していくんですけど、この頃のねコトコさんの歌詞、2001年代ですね、すごくもうあたたかくて、最初これあのね見た時高瀬さんの歌詞かなと思いました。うん、すごい温かくもうちょっとストレートな、歌詞になっております。まず、歌詞のストーリーは、失恋した彼を慰めるあなたの心を救いたいの、まあ、そんな女の子が主人公の曲ですね。まあ、女の子、まあ、男の子でもいいんですけど、そんな主人公ですね。あ、サビ、もうねサビの歌詞ね、素直でねすごいいい子なんだなって思いますよ。うん、ね、そうなんです、そんな素直でいい子、涙色を少しだけにじんでいくその笑顔、今友達でいいからあなたの力になりたいよね、これよ、優しい歌詞だなと思います。ただ自分はのこちょっとね、私のキュンポイントっていうのがこの歌詞の中であります。そこは2番サビ、泣き笑いを繰り返して大人になっていく途中で偶然にそばにいられた、それは不思議な運命だよきっと。これね、これ分かります、キュンポイント、それは不思議な運命だよだよ運命だよ運命だよ、訴えかけてくるようなこのセリフ調の歌詞、もうねキュンってきますよね。もうね、はい、KYさん今のところあのなんかいい感じでリバーブを入れてもらってまあな感じで、まあ、不思議な運命だよって可愛いですよね。まあ、自分の、まあ、歌詞とかでもこういうなんかセリフっぽいなんか言い回しなんかこう入れていきたいななんて思ってたりとかね、そういうとこ入れていきたいななんてちょっと思っているんですよね。可愛い、主人公だなと本当に思いますね。まあ、ただね、あのこの曲歌詞、私はね、あの純粋な人ではないからまあね、ここのこういうなんかね、いろいろ重ねていくと、まあ、純粋な気持ちではいられないみたいな、夢見る少女でいられない的なね、あの気持ちになってきて、もし、まあ、失恋した後になんか相談乗るよ大丈夫とか言ってくる人、大体これ危険ですよ皆さん、女子の皆さん、男子の皆さん、気をつけてください。まあね、確実にあなたのことをね好きではいると思います。好きではいるけど、それは人がいい人かは分かんないですね。そういうタイミングが恋愛のね、こうなんか切り替える対象っていうか、ね、好きになりやすくなりがちですからね、ずるいねなんてね思います。はい、なんてねっていう歌詞の解説なんですけど、まあね、全然関係ないんですけど、この歌詞の英語、 So I want to save and なんだっけ、 Rescue your heart ってあのサビの最後あるんですけどねあるんですけど、こちらの歌詞、私ね英語読めないので、あの翻訳アプリで訳したらお前の心臓を救いたいって、なんかすごいワイルドな歌詞、あのワイルドな役になってました。お前の心臓を救いたいってなってました。まあね、あなたの心を救いたいのっていう歌詞だと思うんですけどね、ちょっとワイルドにしちゃうんですよねはい、てな感じで今週皆さんいかがでしたか。まあね、ちょっと歌詞についてばっかりちょっとお話をしてみましたね。皆さん
まあこういうセリフ調の歌詞だったりとか、あとまあなんて言うんでしょう、まあこういう B メロの歌詞だったりとかね、ちょっと皆さん興味を持った方、はい、皆さんぜひとも、ヘビロテよろしくお願いします。それではですね、 Save Your Heart アルバムミックスお届けしました。以上 I'm Music Strategy でした。闇を切り裂き光を越えろ、佐藤飛鳥セカンド EP So Be True To Yourself On Sale。佐藤飛鳥のネクストトゥモロマンスリーテーマトーク、お餅の食べ方、イエーイ。ということでね、今週もマンスリーテーマトーク、お餅の食べ方をお届けしたいと思います。皆さんね、結構リプいただいて本当にありがとうございます。その中から本日は2つほど紹介していきたいと思います。はい、私がねうなるような、お餅の食べ方を皆さん紹介してくれるんでしょうかということでいきます。誰やねんっていう。まずはアストムネームチョモランマさんからいただきました。その名ももちベーコン。ああ最高ですね。もちをベーコンで巻いて、串に刺して焼く。味付けは軽く塩コショウで OK。 簡単だし意外と腹持ちがいいということで、はい、もちはね確かに腹持ちいいですよね。これね串取りで必ずちょっと頼んじゃうメニュー串屋でこう見つけると、あ、もちベーコンいいじゃんって。なんか集団で行くと誰かしら絶対もちベーコン頼むよね、みたいな感じですね。いや、いいね。腹持ちいいですよね。なんかあの一個食べるだけで他のものなんかちょっとお腹いっぱいになったなって感じ。まあ、もちだからね。もちベーコン美味しい。まあ、これは私の、なんかお手軽さ的には、まあ、ちょっとめんどくさい。かな串に刺すのとか、なんか、あ、でっかい餅であればいいのか。なんかちっちゃいの想像するとめんどくさいけど、でっかい餅でぐるぐるに巻けばいいのかな。はい。餅ベーコン。手軽さは、3。で、味はね、絶対美味しい。4。ですね。なんで4かというと、世間的にはね、好きな人多いです。ただ私ね、ベーコン苦手なんですよ。食べれるけど、ベーコンとか厚切りのハムとかがね、佐藤飛鳥はちょっと苦手なんですよね。なので読んだ勝手ですね。そしてもう朝のテンションでお届けするから、変なテンションでお届けしてますよ。はい、それでは次、アストモネーム K さんからいただきました。その名も餅茶漬け。イエーイ。はい、用意するもの、餅、茶漬けの素、ポイント、とにかく簡単ということで、手軽さはですね、レンチンした餅を、あ、やり方ね、レンチンした餅をお椀に入れ、お茶漬けの素をぶっかけてお湯かけるだけ。はい、簡単ということで、手軽さで言うともうね、1、いや2かな、レンチンしなきゃいけないから2かな、2で、味は星2から3っていうね。2から3って何その曖昧な。2から3です。美味しいものが食べたい人はやらない方がいいかも。お茶漬けの素、種類で味の評価が変わるかもしれない。鮭、たらこ、高菜など、などなどで。私ね、梅がいいと思う。絶対美味しいと思うけど、なんでしょうね。でもちょっと餅だからちょっとさ、味が、なんだ、さっぱりすぎたらちょっと、足りない感じすんのかな。どうだろう、どうなんでしょう。餅茶漬け皆さん食べたことありますか。私ないな。餅茶漬けね、確かに手軽だけど餅茶漬けって発想はなかったですね。餅茶漬けするんだったら、なんかその茶漬けの他に醤油とか入れたら美味しいかもですね。だしの素とちょっとだったらもう雑煮かなみたいな感じなんですけど、
だ自分がもしやるんだったら、多分これ酢でぶっかけてもあんま美味しくないと思うんで、醤油とちょっとね味の素入れると多分美味しくなる気がするんだよな。やってみようかな。今年ね、全然餅のぜんざいは食べたけど、あの料理系の餅ほんと食べてないんですよね。まあちゃんとね、あの予告のとかなんかあのどっかでっあの動画にできたらいいなと思うんですけど、こういうの食べたことある、食べたことあるんだっていうか、そういうのがあるんですね。ありがとうございます。はい、皆さんまだまだお餅の食べ方、募集しております。名前、具材、そしておすすめポイント、そして、味の5段階評価、味、そして手軽さ5段階評価でお待ちしてます。気楽にリプやメールお待ちしてます。メールアドレスは概要欄の方に書いてあるので、ぜひともメールよろしくお願いします。ということで、アスカのマンスリーテーマトークのコーナーでした。闇を切り裂き光を越えろ、佐藤飛鳥セカンド EP So be true to yourself on sale。 佐藤飛鳥の Next Tomorrow。 佐藤飛鳥 Next Mission。はい、こちらのコーナーは佐藤飛鳥のいろいろなスキルを向上させるためなのかよくわからないんですが、与えられたミッションを、達成ね、していくコーナーでございます。今週のミッションは早口言葉バスガス爆発を3回言うでございます。もうねこれ簡単じゃないですか。ちょっともちろん罰ゲームは用意されております。もしね私が言えなかったら番組の最後にちょっと罰ゲームやっていきたいと思うんですけど、これね絶対言えるでしょ、言えるでしょとか言って、やるでしょってショーで噛んでいくスタイルなんですけど、皆さん早口言葉得意ですか？まあ最近ね、佐藤飛鳥も早い曲が増えてきて、そのセカンド EP の So Be True to Yourself とかも結構あれね歌うの難しいんですよね。あれね早口っていうかね、まあラップを歌ったりとかも最近してますからね。はい、なのでバスガス爆発を3回言うのなんてまあね余裕なんではないかと思います。それでは、佐藤飛鳥今週のネクストミッションいきます。ガス爆発、あ、ちょっと待って、もう一回いいですかバスガス爆発ね、ガス爆発って終わってしまった。ちょっと待って、いきます。バスガス爆発、バスガス爆発、爆発爆発爆発これ難しいですね、噛んだわありがとうございます。ちゃんと伝わったかな。まあ、このコーナーでは、ミッション募集しております。佐藤飛鳥のスキルを向上させるために、つながるミッション、もちろん早口言葉でも何でもいいのでお待ちしております。メールアドレス気楽に送ってください。はい、それでは、後半の方罰ゲームやっていきたいと思いますよ。頑張るぞ。はい、佐藤飛鳥のネクストミッションのコーナーでした。闇を切り裂き光を越えろ、佐藤飛鳥セカンド EP So be true to yourself on sale。 佐藤飛鳥の Next Tomorrow。 佐藤飛鳥今週のオンエア楽曲を聴いてください。 So be true to yourself。
第96回目か。あーもう早いですね。あと4回で100回も迎えるネクストトゥモロー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。早い。まあね、明日も、土曜日20時から DJ ナミさんによる皆さん一緒に踊り語りましょうございます。私もね、歌わせてもらってますので、ぜひともご覧ください。そして日曜日18時から佐藤飛鳥の GoTo シリーズ更新しております。私が食べて食べて食べまくる動画になってますので、皆さん見てください。そして1月の25日、なんとですね、私のセカンド EP So Be True to Yourself の CD が発売決定いたしました。ファンクラブはもちろん、ヤフーショップやサプロだと音楽どころさんで取り扱いが決定いたしました。まあ、この中だと札幌がいち早く手に入るんじゃないかなと思います。皆さん、発売日1月25日4プラに行って CD を買い求めいただいて、ぜひとも私を1月25日、ランキングをね、上位にしていただいて、私がツイッターで誇らしく写真を上げたいと思ってますので、ご購入よろしくお願いしますっていう欲求をむき出しにしていく。はい。さあ、てな感じで今週の明日につながるキーワードを紹介していきたいと思います。今週はですね、1964年にノーベル平和賞を受賞した、まあね、アメリカの人種差別に対するこう歴史、それを語る上で重要な人物のマーティン・ルーサー・キング・ジュニア、皆さんご存知でしょうか、ご存知でしょうか。そちらの、言葉を今日はキーワードにしたいと思います。心の中に夢をしまっておく場所をいつも開けておきなさい。はい、こちらの言葉を残します。はい、この方なんですけど、1963年にアメリカにて、まあ人々の、まあ、平等、まあ、皮膚の色とか出身など、まあそういうのに関係なく、まあ、平等にしろと、まあワシントン行進などをね、行った際に中心となった人物なんですよね。はい、皆さんね、心の中に夢をしまっておく場所ね、いつもちょっとずつ開けていきましょう。まあ夢というとちょっと偉大に感じるかもしれないですけど、野望ですね。例えば仕事だと、まあここに入ってただただ仕事するんではなく、絶対こう、まあなんて言うんでしょう、お金をねたくさんもらいたい、昇格したい、プロジェクト成功させたいでもいいんですけど、まあそうして出世したいとかね、そういう欲求を持っていくと、まあなんか仕事に精が出るんじゃないかなとか思ったりとか、まあ仕事だけじゃなくて、例えばまあ趣味で、まあツイッターでバズらせようとか、そういうのでもいいんですけど、まあ大きいかこれも、まあちっちゃなこと、毎日歯磨きしようとかね、なんでもいいんです。小さな野望を持って、夢を、まあいつでもね、夢を入れる隙間を開けれるように、していてくださいという言葉でした。まあそんな感じで、今週も聞いてくれてありがとうございます。それでは良い音楽とともに See you next tomorrow。 さあバイバイの前にはい、ネクストミッションで、私はガス爆発、あ違う、バスガス爆発を言えなかったので、はい、罰ゲームしたいと思います。ポケットモンスター、より、ニャースの歌の冒頭いきます。青い静かな夜に、にゃーにゃー全然似てない。佐藤飛鳥でした。バイバーイ。